クイーン・エリザベスは、キュナードラインの航路客船。1940年の就航当時は、世界最大の客船で、その後56年間その座を保持した。1930年代に、ジョン・ブラウンカンパニー造船所で建造され、当時のイギリス王妃エリザベスにちなんで命名された。第二次世界大戦に伴い徴用船として、最初の航海を行い、戦後に、来た。 大西洋横断航路に就航して1968年まで運航された。ロイヤルメールを運ぶ契約を結んだ船で RMS を冠する。1930年代にスコットランドのクライドバンクのジョン・ブラウンカンパニー造船所で建造され、イギリス王妃エリザベスにちなんで命名された。1938年9月27日に 浸水した後に徴用され、1940年3月3日に就航した。当時は世界最大の客船であった。1939年9月に勃発した第二次世界大戦中、クイーンエリザベスとクイーンメリーはイギリス海軍に徴用されて、カナダやオーストラリアなどのイギリス連邦諸国やシンガポールなどの植民地へ兵員を輸送した。 高速性を活用することで、5層船団なしでも、潜水艦の脅威を回避した。対戦中の輸送辞任は75万人以上、航海距離は50万マイルにも及んだ。船長は、ジョン・タウンリー、アーネスト・フォール、シー・ゴードン・イリンズワース、C ・エム・フォードとジェームズ・ビゼットが務めた。クイーン・エリザベスは、当初、まだ戦火に覆われていないオーストラリアから、 イギリスの植民地が点在するアジアとアフリカの間で運行されたものの1941年12月の日本とイギリス、オーストラリアの間の海戦とその後の日本軍に対する敗北とそれに伴うアジア方面の制海権喪失シンガポールを含むマレー半島や香港などの植民地の喪失を受けて1942年以後はアメリカとヨーロッパの間の北 大西洋のみで運行された。1945年8月の第二次世界大戦の終結に伴い、軍役から戻ったクイーンエリザベスは、ジョン・ブラウン造船所で内外装を大幅に回収され、ようやく旅客船として、北、大西洋航路に投入された。クイーンエリザベスは、クイーンメリーと共に、サウサンプトンからシェルブールを経由しニューヨークまでの路線を、 20年以上にわたって運行された。しかし1950年代に入ると、ダグラス DC-6 や、ロッキードコンステレーションなどの大型旅客機が、大西洋横断路線に就航した。さらに1958年には、大型ジェット旅客機のボーイング707が就航し、ロンドン・ニューヨーク間を6時間程度で結ぶとと,ともに、運賃も低下した。 1960年代に入ると、クイーンエリザベスをはじめとする北、大西洋航路定期船の乗客は、急激に減り、採算性は低下した。ビクトリアハーバーに放置されたクイーンエリザベス2隻の、クイーンを維持するための燃料費、人件費は、キュナード社にとって、重荷になった。キュナードは、両方の船を1969年に退役させ、初代より小型で、 経済的なクイーンエリザベスにを使用した。退役後、アメリカのフィラデルフィアの実業家に売却されたが、資金難のため1970年に、香港の海運を、東広しくの経営する東方海外科別港運行使に転売された。香港の造船所で、洋上大学への改造が行われていたが、1972年1月9日に、原因不明の火災を起こし、 消火活動の影響により転覆した。その残骸は2年余りビクトリアハーバーに放置されていたが、007黄金銃を持つ男のロケが行われた後、1974年から1975年にかけて解体された。なお当時、つぶらやエンタープライズが気候誘致を行い、日本でのクルーズが計画されて、ポスター等も完成していたが蒸気事情により、 中止された。なお2010年には、クイーンエリザベス2の後継となる3代目、クイーンエリザベスが就航した。ありがとうございます。